おはようございますおはようございますこんにちは何回これ <laughs> <laughs> 何で始まるといいんですかねああ、最初ね、うん、確かになんだろうな色々ありますよねこう、うん、ラジオだと結構唐突に始まっていい感じのところで、うん、チクチクチクチュク,チュク,チュク夏目和樹とお <laughs> なるみのお <laughs> みたいなのがこう、パっと入って、あー、なるほど。いやー、どうもみたいな感じで、最初はちょっと、いきなり始まって、いい感じのところで、なんだろう、タイトルコールが入るとかは、僕の元同僚に、ラジオ局で働いていた、田野さんという方がいるんですけど、ジングルを作った方がいいよと言ってましたね、今言った、チュクチュクチュックチュック、ナッツメーカー好きと、みたいな。 ドグルそうそれを作るべきだ何なら作ってあげるって言ってたんで今度お願いしに行きましょう入れますか、うん、でもあれ入れるとなんだろうなゆる、うん、くなくなりませんちゃんとしちゃいませんゆるいものを作ればいいんじゃないですかねああチくクチちクチくクチちクわかんないわかんないュクチュク <laughs> ジ <laughs> ジングルのイメージそうなんだ <laughs> じゃあもう夏目さんはそれでいいですか今のやつ。口のやつで。それ毎回入れればいいじゃないですか。あ自分で言うんですかさっき言ったやつを、録音したやつを毎回入れましょう。あまりに不要だったら消すってことにして。そうですね、もうやる前から不要感が。絶対不要ですね。不要ですね。確かに。なんて始まればいいんでしょうね。ね難しいとこですね。僕、こないだ、こないだっていうか。 インターネットで最も好きなコンテンツがやっぱ人がうんこ漏らす話だと思う唐突ですけどこの間2015年うんこを漏らしたスれまとめっていうネバまとめ見つけて3日間ぐらいかけて全部読みましたそれ無駄ですねでも下手な小説よりも断然リアルで面白いですよね なんだっけお金持ってる人ほどうんこ漏らしたことがあるみたいな統計結果出てましたよねどっかでマジですかそれはどんな因果関係あるんですかねなんかあるらしいですよでそのその記事がちょっと出た直後に何人かフェイスブックで俺うんこ今漏らしたわみたいなことを見えっ張りな人たちがいましたけどそうなんだ見えっ張りなんだかよく分かんないですへえんでだろうんだろうやっぱ 年収が高い人は自分に厳しいから軽々しい便意じゃトイレ行かないとこうこあるんじゃないですかいやあとなんだろ人目を気にせずもういいプリプリってできるみたいな体力があるところに人の目を気にしないってい気にしないみたいなそっか適当変態じゃんちょっとダメな人なんですね違ったかもそれえ なんか面白いうんこまとめありましたあの割と最近なんですけど、はい、ノートで見つけて何、はい、ですかねあの漏らすっていうタイトルはい、はい、見ましたこれあとでリンク貼っとこうと思うんですけど、はい、これすっげーよいいなと思って、はいうん、リアルですよね <laughs>、はい、具体的ですもんねネタエクスプレスに載ってて 全然止止まんなくてそれあと10分だと10分は600秒だみたいな分かるっていうそのその気持ちすげえいいと思ってもしノートって課金機能があるじゃないですかこれ途中からここからしたら1000円だったら僕1000円払ってます。気になるじゃないですか気になりますねナイタイスペースでもう特許では全然駅止まんない中超便利ある人がいてその人がどうなるかっていうのは1000円の価値があるなと思ってただでもこれ ネタバレになるか、ならないかちょっと分からないですけどタイトルが漏らすなんでもうそこ1000円払ってどうせ漏らすんでしょうっていやあのどんな漏らし方するかですよあとどうリカバーするかそこにこそやっぱ価値があるしそういう時どんな精神状態だったかとかそういう描写も見たいですしもう最高にお金払うべきコンテンツ人が漏らす話っていうのは意外とみんな漏らしたのを書くんですね。結構ね 匿名ダイアリーとかだと、ねうん、人気コンテンツですよねで、はい、そうですね僕結構漏らしましたけど書かないですねさすがに書かないですよね自分のブログにはね,ね、うん、あとなんだろうああの元電通で今パーティーの中村弘樹さん最高のコンテンツでしたよねあねの多分あれ2010年とか11年だったと思うんですけどす、ね、あれうんこネタの最高峰じゃないですか<う>素晴らしいいま、ね、だに語り継がれてるもう5年6年経ってるのにそこがあるので やっぱすごい著名なクリエイターの方が実名で、も名なうんこ漏らしネタを書いたっていうのはすごい勇気ですよね。いや、すごいと思います。で、その後に、この一般ピープルの僕がうんこ漏らしたって書いたところで、そこにはかなわないなと。確かにかなわないかもね、本当特殊な状況で漏らさないとね。とか、より、なんだろう、激しく、改善しながらみたいな、なんだろう、激しくはちょっとわかんないですけど。 そうういいのがな限り俺色物感出さないと色物になりたくないけどそうすね僕もいつかねすごい漏らしネタっていうのはやっぱ書いてみたいですね一番憧れる分野のものですね本当にやっぱり何がんだろうんで楽しいんでしょうねあそうか自分がちょっと優位に立てるんですかねんだろう誰しもやっぱやばいって状況はあるわけじゃないですかあるあるってなるのかうん 誰もが共感しやすいし、はい、男の子はとにかくうんこが大好きじゃないですか、はい、<laughs> 何歳になっても、はい、だからねやっぱりね、うん、面白いですよね。そうか、うん、でそれをシェアしてもこうなんだろうそういうのも楽しんじゃえる寛容な自分を、うん、演出できるかな。<laughs> 読み物としてやっぱ最高ですよねドラマが詰まってますよねやっぱりねそうかその人のよりんだろう魂のこもったそうそうそう人間が出るのはやっぱりね確かにでもそれってもう過去系じゃないですかそうですねどっかにいないですかねあの今実況中継する人目の前にいたらやですよそうか過去系だから笑えるのかそうそうそう現在は嫌じゃない うん、今、僕は <laughs> 見てらんないですよ、<laughs> そういうね、舞台とかあったりしないですかね、リアルタイムのショーがあったりして、客入んないと思うんですよね、ねうん、文字で読みたいですね、僕たちは何の話をしてるんですか、これ <laughs> <laughs> 安定の学びのなさですね、これはね。うん